ボラベアをご覧の皆様、アロハ、いかがお過ごしですか。このポラジオでは気楽に楽しくハワイ関連のお話をラジオ形式でお届けします。ながらで楽しめる内容になっているので、のんびりお楽しみください。はい、秋深まるって感じで、めちゃくちゃ紅葉が広がってますね。そうね、だいぶ上着が必要になってきました、本当に。ちょっと暖かい日と寒い日の寒暖差がものすごいんですけど、皆さん体調などいかがですか。はい、ね、元気にしてますでしょうか。私はちょくちょく山形に行ってました。あ、そうそうです。C はね、出張で山形にいたりとか、はい、ちょっとね、ポラベア忙しくしていたんですけど、今日はですね、夏に松屋銀座で買ったホノルルクッキーの、ミニバイツグアバ、ちっちゃいホノルルクッキーがたくさん入ってて、でグアバ味っていうの、それをね、もぐもぐ食べながらお送りしております。口の中がホノルルクッキーにはなってますね。ね、いい感じのこうふわっと香る、めちゃくちゃ美味しかったので、どこかで見かけた方はぜひ買ってみてください。もっとなんかえぐい感じでグアバの味するのかなとか、甘いのかなとか思ってたら、風味だけだね。そうね、なんか爽やかな感じになって、めちゃくちゃバランス良かったので、もうすごいおすすめです。でちょっと話がそれましたが、今日のポラジオは何をお届けするかというと、来年の5月私たちが特典航空券を、往復無事に取れてるんですけれども、どこのワイキキのホテルといいますか、コンドミニアム、滞在先選んだかというのを皆さんにお伝えしたいなと。はい、はい、私たちは10泊、します。でカイルア5泊、ワイキキ5泊、ということで、カイルアの方は私たちがもう大好きだと言っているパパイヤパラダイスを5泊押さえてあって、でこれはですね、先日あげましたカイルアの宿の予約の仕方、どうやって私たちやってるのの動画の中でもホームページとかご紹介しているので、どんなところかぜひ見ていただきたいんですけど、私たちも来年叶えば本当に久しぶりにパパイヤパラダイスに行けるんですけど、だいぶ内装がね、おしゃれな感じに、そう、やっぱりオーナーさんがねちょっとチェンジしてるってところもあって、だいぶ変わって、そこもワクワクなんですけど、もう一つこのワイキキの滞在っていうのがね、本当にある意味肝っていうか、でホテルがとにかく高くなってるんですよ、もうね、ものすごい。で本当は去年の年末飛ぶぞって飛べるはずって思って頑張って取っていた、結局特典航空券ダメになっちゃったんですけど、ホテルも取っていて、その時取っていたのがアストンワイキキサークルホテルだったんですよ。そうそう、泊まりたかった、泊まりたかった。でしかも押さえていたのがオーシャンビューの部屋の中でも、上の階を確約されている、ヤシの木とかで隠れちゃうとか、そういうことが一切ない、上の階を確約された、いい方のオーシャンビューの部屋だったんですよ。デラックスオーシャンフロントっていう部屋ですよ。オーシャンフロントっていう部屋もあるんだけど、このデラックスがつくと、この上位階っていうんですか、上の方の階に行けるっていう、でこれが参考までに、その去年の年末、コロナ禍ってこともあったので値段が下がっていたっていう部分も確かにあるんですけど、4泊分のお値段が、こちらだったんですよ。15万6456円、4泊ね、で今回私たちが来年の5月を目指して値段をここ同じところ調べてみたら、5泊なんですけど、24万から25万だったんですよ。さっけ、高い。プラス10万なんだね。だからやっぱりワイキキの滞在だけで、25万とかってなっちゃうと、特典航空券を使ったとはいえ、もうなんかそれが無になるぐらいな、なんか航空券代が全部ホテルに行くみたいな。でしかも燃油サーチャージのね、お金も約15万ぐらいかかってるので、これはちょっとでかすぎるなと。でこの前の動画でもちょっとご紹介した Airbnb、そこの、サイトを初めて、こういうこともあっていろいろ調べたんですね。で決めたのがこちら、ワイキキのゴージャスなオーシャンビュースタジオ、謎でしょ、どこのとか分からんの、ホテルじゃないのホテル名じゃないんだで、まずトップに出てる写真がね、ああなんかいい感じだなって、でちょっとでもいいから海が見えたらいいなって思って探してたんですよ。オーシャンフロントはどこを見てもめちゃくちゃ値段が上がっちゃってたので、ちょびっとでいいからって探してたら、この写真が目についたって感じだったんですけど、こう写
真他も見ていただくとブルーを基調にしたお部屋で、まあ、なかなかシックで、いいよね、で嬉しかったのはやっぱりこのミニキッチンっていうんですか、まあ、おそらくこの上にね見えるの電子レンジだと思うんですけど、こういうのがあるとテイクアウトの食べ物も、まあ、温め直しができるかなとか、フルーツ買ってきてとか若干の自炊ができるっていうのも、まあ、今回節約したい部分のね、あの、まあ、円安ってこともあるのでこれ活用できるなと、でいろんな条件が私たちにぴったりだったので、まあ、ここどうかなと。で不思議なのはこの Airbnb の、まあ、システムの一つとして予約を完了しないとこのコンドミニアムのお部屋、ここが本当にどこなのかっていうのが明確に書かれてないんですよ。でおそらくこれって個人情報だから、あの大体の場所は地図で、まあ、こんな風にちょっと出してみますけれども、ここですと。だけどどこの建物の中のお部屋かっていうことは予約を完了しないとわからないっていう。でもね、写真の最後にね、プールが出てきたんですよ。このプールの写真は、あれ見覚えがあるぞと、もう見たことある人いるんじゃないですか。そうそうそう。で視聴者さんでも、おそらくこのプール見たことあるっていう方いると思うんですけど、このプールって実はパシフィックモナークっていう、まあ、ホテルって言っていいのかな、あの、まあ、一応ホテルっていう言い方しますが、こちらのプールなんですよ。だからこの写真見た時に、あの以前私が、ワイキキのホテル10選とかっていう動画を出した時にいろいろ調べた中ですごく印象深いプールだったので、おすすめって言われて、そうなんです。でこのプールが使えますよって書いてあったから、あ、ってことはパシフィックモナークの建物の中にある部屋なのってなって、でいろいろ写真をいろんな角度からね、いろいろ見てみたら、例えばパシフィックモナークの予約が簡単に取れるお部屋ってこちらなんですけど、結構シックな、まあ、ベーシックなね、あの間取りとして出てるのはこれなんですけど、この間取りと確かに私たちが最初にその見た Airbnb のお部屋の間取りって似てるんですよ。で、あ、これほぼほぼ同じだな、正解なんじゃないかなって思ったら、まあ、返答が来て、予約が終わった後に返答が来て、まあ、やっぱりこの建物の中の部屋ですよっていうことで、まあ、そこで初めて部屋番号だったりとかいろいろ出るんですけど、まあ、パシフィックモナークの公式のホームページで出ているお部屋の間取りとか広さを見ると 33.5 平米で、まあ、一番スタンダードなお部屋が 33.5 平米なので、まあ、おそらくこの広さなんじゃないかなとは思ってるんですけど、わからないことはたくさんあるんですけど、まあ印象が良かったので、あとお値段もね許容範囲だったので、ここにしちゃおうということで決めました。でちなみにお値段なんですけれども、142,465JPY だからいいんだよね、日本円でってことだよね。日本円ですね。そうそう、5泊で、まあ、142,465円っていうことで、去年の年末のね、私たちが泊まろうとしていたさっきのサークルホテルが、まあ、15万ぐらいだったので、だいたい同じぐらいで、5泊でなんて、まあ、だいぶお安いなと。で立地としてもパシフィックモナークってすごくいいところにあって、あのここなんですけど、もう周りはね本当に、まあ、いわゆるワイキキの中心地って言っていいところ で、実は視聴者さんがもうここを常宿にしていますって言ってる方もいて、その印象もすごく実は強くて、公式のホームページで出されているあのお部屋の感じも私個人的にすごく落ち着いていいなとは思っていたので、まあ、海がねバーンって見えるもっとグレードの高いお部屋の方がそれはもうもちろん憧れてるんですけど、まあ、そこはちょっとお値段がね今回の予算だとオーバーしちゃうので、実はちょっと迷ったんですけど、その公式の方から予約するか、こっちのね Airbnb の、まあ、個人が持っているいわゆるコンドミニアムにするかすごく迷ったんですけど、まあ、トライしてみたいっていう気持ちも実はあって、で Airbnb ってこの前の動画でもお話ししたんですけど、ちょっとやり取りが英語で必要な部分もあったりとか、どうやって入室するんだろうかとか、でそういうのもメッセージで全部もう届いていて、そんなに難しいことはないんですけど、やってみたいなっていうのもあって、でやった結果をまた皆さんと共有したら、あ、じゃあこのサイトから予約するってこんな感じのやり取りなんだなとか、より具体的に伝えることができるのかなっていうのもあったので、一応あのチャレンジ精神をあの前面に押し出して Airbnb の方を使ってみたっていう感じなんですね。まあ、さっきの、ねホテルのあの色味よりもなんかブルー基調でこっちの方が爽やかでいいよねっていう。そうなんですよ。
でなんとなくこの Airbnb の、まあ、良さというか個人的にいいなって思ったのはこのオーナーさんの写真がアイコンになっていたりしてで誰々さんの、はいはいまあ、お部屋ですよみたいな、うん、でその人本人からメッセージも届くので、うん、なんかこう親近感というか、うんうんでまあ、ホテルはホテルのねやっぱりシンプルなやり取りの良さがあるので、まあ、これは絶対好みなんですけど、まあ、まずはここから使ってみようかなということで、うんまあ、この不思議な名前ねワイキキのゴージャスなオーシャンビュースタジオっていうね、うん、こういう名称のところに私たち泊まりますよっていうことで、いやどんなとこなんだろう、すごいすごい楽しみ、うん、で設備はね一応ちょっと出してみますが、ベッドがね1個ではあるんですけどソファーベッド、うんうん、が、まあ、一応ありますよっていうことで、はい、キングベッド1ソファーベッド1だね、うんうんまあ、さっき言ったようにキッチンがあったり、あそうそうでね、なんかこの提供されるアメニティとか設備の中に、うん、露天風呂ジャグジーって書いてあるんだけど、うん、プールのところについてる小さいジャグジーみたいな写真がパシフィックモナークの、まあ、公式のページだとちょっと見れたので、うん、おそらくこれのことを言ってるんじゃないかなと、うん、露天風呂ってあれか水着で入れる温水みたいなやつがあるぞっていうことなのかな、なのかな、まあ、いわゆるジャグジーのね、うん、そういうのがついてるんじゃないかなと、もうパシフィックモナーク使ったことがある人はねきっとねそうそうそれそれとか、うんうん、きっとあれのことだなって分かってると思うんですけど、まあ、ちょっと有名なねホテルの一つでもあるので、うん、まあいろいろ体験していきたいなと思っております、ねうん、ちょっといい感じのプールなんで、うん、前ねすごくここいいな入ってみたいなって、うん、海見ながら、まあ、遠目だとは思うんだけど海を見ながらプールっていうのを私たちやったことないなと、動画のネタとしては面白い、そうだね、どれくらい実際でも見えるんだろうね、うん、なんか写真の撮り方ってそう、ね、時々ずるいなってホテルとか探しちっちゃってなるかもしれないからね、そうそうそう皆さんも絶対そういう経験あるんじゃないかなと思って、うんまあ、少しでもやっぱり海が見える部屋ってねそういう基準で探してた時にワイキキリゾートホテルっていうのをパッと、まあ、見かけて、一応パーシャルオーシャンビューみたいになってたんで、うん、見えるんだと思って、で写真としてはこんな風に紹介されてるんですよ、うん、あ、海結構見えるんだとかって思ったんだけど、うん、なんか口コミとかいろいろ見ていくと写真ほど見えないみたいな、うん、で結構そういう、まあ、お部屋ってあって、でパーシャルオーシャンビューってなるといくらか見えるよみたいな感じなんで、立地によってとか解釈の仕方によって、あと写真の撮り方で実際に行ってみないと写真ほど見えないよねっていうこともかなりあるんだろうなと、うん、例えばワイキキリゾートホテルは立地的にはここなんですよ、ちょっと地図出しますが、うん、海からちょっと奥まってるよね、うん、だから上の方の階で、うんまあ、いろんな建物の間からとか、うん、垣間見ることはできるんだろうなと思うけど、まあ、さっき写したこの写真みたいには見えないんじゃないかなとか、うん、相当苦労して撮ってるよね、そうなのなので、まあ、今回私たちが泊まるお部屋も写真としては海がこうちょっとねなんか見えるかなって感じで撮ってあるんですけど、あんまり大きな期待は、まあ、しない方がいいのかなって正直思ってて、でラナイもねそんなに広くない印象なんですよ、うんうねうん、で同じこのパシフィックモナークの中の別のコンドミニアム、別の持ち主の方がアレンジを変えたお部屋もあって、そこにもやっぱり海がちょっと映り込んでたんですけど、うんうんまあ、感想としては泊まったことがある人は、まあ、そこまで見えないかなみたいなこともちょっとちらっと見かけたりもしたので、まあ、そういう口コミをねいろいろ見ていって、もしかしたら行ってみたらちょっと思ったよりってこともあるかもしれないっていう、いろんなね期待を込めて、まあ、ホテルっていうのを選ぶときもね、ワクワクしながら、まあ、選んでるんですけど、果たしてどうなるのか、うんまあ、行ってみてのお楽しみっていうことですね、来年っていつぶりになるの？4年ぶりぐらいとかになる？そうね、2019年の9月がラストだから、そうか、3年半ぶりぐらい、うんそうだね、になるんだよね、はいはいはい、だからもうね、もう行ければどこでもいいやっていうのが本音、うん
あと正直やっぱりねホテルにいてハワイだなって感じるのって朝起きた時だけ。あーまあそうね、かな。あとはもう飛び回ってて、そうだね、多分夜は真っ暗で、そうだね。だから本当に長い滞在、うん、もうそうだな、せめて2週間とか、うんうん、希望としては1ヶ月とか、うん、長くいられる時に、まあ、海が見えるところでその施設でゆっくり、うん、なんかこう日がない一日本を読むとかね、うん、そういうことができるなら海が見えるところもまあいいなとは思うんですけど、うんまあ、かといって高いだろうしな、うん、そうなるとね難しいね海が見えるところって。まあ自分一人だったらね、うん、なんかいいところ一泊だけで他のホテルにとかっていう風に移動しちゃう人間なんだけど、うんうんうん、逆にシーツマ的には一回広げちゃうとそれを収納するのが嫌っていうタイプだから。そうこれ皆さんどうなんだろう、移動って嫌じゃない？そんなことないのかな。僕は違うんだよな。いろんなところに点々といろんなホテル体験できる方が面白いと思っちゃうんで。長い滞在だったらでも余計それはできるかもしれないね、うんうん、2週間だったら例えば5泊ずつとか、うん、せめてそれぐらいのスパンだったらいけるかな。女の人って特にそのお化粧品とか、うんまあ、洋服とかシワにならないようにとかね、うん、結構広げちゃうっていうのがあって、うんうん、皆さんどうなんだろう、あちこち移動して楽しむっていう方もいるのかな、うん、私容量悪いからダメなのかな。分からん、暑いところだからうーん着る服って T シャツと短パンぐらいしか男はないからね。そうだね、うん、で当然スキンケアなんて僕しないし、うん、これちょっと女性の方に聞いてみたいな。あの一つのところに腰を据えた方が楽か、まあ、そんなことより飛び回っていろんなホテル経験したいか、まあ、いろんな考え方あるよ ね、あのぜひコメントいただきましょう、うん、コメントいただきたいですね、うん、私はこうしてますみたいな。ねでカイルアの方は最初にお話しした通り、うんパパイヤパラダイスで5泊なんですけど、うんうん、料金の方はちなみにということでこちらになります、うん、920.01 920ドルですね、うん、約でこれはクリーニング代とかも入っていて、はいはいまあ、全部でこれぐらいですよっていうことなんですけど、うん、5泊で私たちが以前泊まった頃っていうのは109円とか1ドル、うん、そうだね、だったんですよ、うん、で、3泊とか4泊とかで700何十ドルかだったのはちょっと覚えていて、でも今回5泊っていうこともあるんですけど、まあ、若干値段が上がってもいて、で920ドル、でもしこれがね当時の109円ぐらいなお値段だったら10万ちょいなんですよ、10万何百円みたいな。でもまあ今の大体のレート150円ぐらいでいくと13万8千円になっちゃうんですよ。すごいよね。うでねこれはまあ余談になるんですけど、私が予約を取ったのが今年の5月ぐらいだったんですけど、うん、その頃のレートって120円台から130円ぐらいだったんですよ。でその時にあこの値段なんだなって、それで頭で計算していたから、まあ、大体お値段納得っていう感じ で実は Airbnb の方でも予約ができる状態だったんだけど、まあ、直接のやり取りを毎回やっていたから当たり前にそっちからで、うん、しかもちょっとお安くなるんで、まあ、Airbnb を通すよりも、うん、っていうこともあって直接やり取りしてこの金額が出たんですけど、これって向こうで現金で支払うっていう形になるんですよ。で今までそういう風にやってきたから今回もおそらくそうなる予定なんだけど、 Airbnb で当時その今年の5月に決済しちゃってた方がレート的にはお得だったなと、ねうん、でこれが来年私たちが実際にここにお金を払うときにどのくらいのレートになってるかによって、ね、せっかく、まあ、Airbnb を通すよりも安くできるからっていう理由だったのに、うん、あれこれ安くなる分がレートの変化で逆に高くなっちゃったりするかもしれないと、うんありえるね、ありえるなと。だから今ってこのレートの変動を考えちゃうと、うん、なかなか難しいな。そうね、その時々で決済したトーンが実はいいのかもしれない、うん、かもしれない。だからまあ決済するタイミングってちょっとこの時期本当難しかったなって、うん 悩ましかったなと。でこれ以上上がらないでほしいんだけどね、うん、来年円安どうなってるんだろう、分かんないんじゃない、人によっては200円ぐらいまでいくかもねみたいな話になってたりとか。とりあえず
もう現金で払うことがほぼほぼ決まっているんだったら、うん、今のうちに、まあ、ドルをね、うん、買っておいた方がいいなとは思っていて、うん、まあ、対策としてはいいかもね、うん、そうだね、うん、もうこれでまた一旦買っとくっていう、ね、買っとくっていう、そうで、これ以上円安になったらラッキーだし、うん、まあ円高になったらあらーって感じだけど、うん、もう読めないので、うん、とりあえずもっと先に買っとけばよかったなって思うんだけど、うん、まあ今買っておけばまたそれが後でね、そうね、もしかしたらあの、うん、あよかったあの時買っといてになるかもしれないので、うん、そろそろ買わないとなドルをって今思ってるんですよね、うん、さて非常にプライベートなお話で恐縮なんですが、うん、あのアロハテーブルでスパムのハンバーガーを食べた時の動画の中で、はい、うん、あの白熊のぬいぐるみが映ってたのを皆さん気づきましたかね、見た方は気づかないはずはないと思うんですけど、あの誰もコメントで突っ込んでもらえなかったっていうあれ実はぬいぐるみ買ったやつとかじゃなくて、うん、Cが手作りをしたパペット、うん、ハンドパペットなんですよ、ハンドパペットなんですよ、うん、初めて作りました、そうで、あの全部本当手作りで手も動くし、うん、口もパクパクする、うん、あのちょっと映像を載せますが、はい、Cがいろいろ見よう見まねっていうのかな、あのいろいろとこうサイトとかね調べたりとか、実際に家にある、パペットを見たりして研究して、はいはい、全部手作りしたんですよ、うん、で全然ツッコミがなかったのはどっかで売ってるぬいぐるみかなんかまた出してきたかなぐらいにしか思われてなかったのかもって思って、ね、そうイラストに似てるぬいぐるみ見つけたら買ったんだろうって思っただけかもしれない、そうそう実は C が作ったんです、しました。でちょっと何かで使いたいという思いがあの C の中であったそうで、はいはい、まあ、ちょっとポラベアのねキャラクターの顔を、はい、まあ、これ一応 C にすごい似てるんですけど、実はあのうちの母にこれを見て見てって見せたら、うん、うちの母のもう開口一番が、あらーCちゃんにそっくりだったんだよねあのそれぐらいちょっと雰囲気がね似ていまして、皆さんこれ突っ込まなかったのなんでだろう、うん、やっぱりなんだこれで終わっちゃったのかな、そうね、まあ、よくマスコットが、ね、出てくるから ね僕に似ているぬいぐるみとかが、そうね、小さいやつとかもね、うん、ミニシーとか出てくる、うん、出てくるから、そういう類かなって思われちゃったのかもしれないね、ぬいチューバースタートするつもりでいますよ一体いつどこでって感じですけど、ハワイなのかどうなのかは分かりませんけどね、なのであの、まあ、一応ご報告ということで、これは手作りだったよというプライベートなご報告でした、はいはい、ということで、とりあえず来年の5月ここに泊まりますよということでお話をしたんですが、はい、その5月の後にもとりあえず、うん、あの取っている特典航空券、はい、ただ帰りがね、前もちょっとお話ししたんですけど、キャンセル待ちの状態で今特典航空券が保留になってるというか取ってる状態で、まだ連絡来ませんね、いや多分ね、あの私たちが本当に待ち望んでるワクチンパスポートが、うん、まあ、なくなったら私たちはやったなんだけど、もうそうなるといわゆる規制が全撤廃になるってなったら、もっと踏破する人が、そうね、それは増えると思うんですよ、うん、そうするとねキャンセル待ちも出にくくなるなっていう、あのすごく悲しい矛盾した状態になるんだよね、うん、私たちにとってはね、嬉しいでも困ったみたいな、うん、でも本当に理想というか希望としては、今年の年末年始の渡航に向けてアメリカがこの規制を撤廃してくれたら、うん、もしもね、そしたらもしかしたらジップエアの来年の8月の発売に間に合うかもしれない。そうね。で、それがね、去年のジップエアの航空券の発売のタイミングを見ると12月の中旬以降にはなりそうな感じで、なので微妙なラインなんだよね。そのぐらいまでに例えばアメリカの方で、まあ、年末の渡航を、まあ、加味してそう撤廃しましょうってなってくれたら本当に私たちも動きやすいんですけど、これねジップエアのこの売り出し、来年の夏の売り出しを逃してしまうと、もう来年の夏のチケットもね、まともに普通の、まあ、いわゆる一般の ANA とか、まあ、JAL とかで普通に取ろうとするとかなり高騰するだろうなっていう予感がするので、まあ、とはいえ、うん、そこまで来たら今度便数が増えるっていうのもあるからね、そこもあるからね、一概になんか全部上がるとも
言い切れないんです、うん、今の状態だとってことではあるからね、うん、で非常にねだから夏に向けてはまだちょっと読めないところがあって、うん、でホテルとあとカイロアの B&B、うん、特にそちらは初めてのところを抑えてみたりはしているので、はいはい、あのまた次のねポラジオで、うん、あのどこを抑えているかっていうのは早めにお伝えしたいなと思っております、はい、私たちにとってはワクチンパスポートがもちろんなくなってくれるのが理想なんですけど、うん、とにかくシステムも MySOS が使えなくなっちゃったりとか、うん、で前から使ってる人はなんか1月まで使えるけどここからの人はこっちに変えてくださいとか、うん、もう本当にいろいろ変わってきちゃってて、で PCR 検査場も減っちゃったりとか、うん、なので今のこのぐっちゃぐちゃな状況を考えるとやっぱり皆さんにとっても理想は全撤廃、うん、そうね、うん、もう前と同じように飛べるってならないと、うん、例えばお子さん連れで飛ぶ人とか、うん、まあ、いろんなところでその変な条件に引っかかっちゃってっていう人もやっぱトラブルもね出てるので、やっぱり全撤廃がね、うん、もう本当にそれが一番かなって、うん、で来年の、まあ、5月も夏もそうなんですけど、どれくらい渡破する人がドンと増えるのかも、うん、そこにかかってるのかなって、で、まあ、今年ねそういうところを押してでも飛ぶぞって言って飛んだ人ももちろんたくさんいたと思うんですけど、うん、次飛ぶってなったらやっぱりこの辺りなのかなって、うんうん、条件の全撤廃っていうところがもう一つ、まあ、拍車がかかってみんなの背中を押すっていうそこなのかなって思うんですよね。ちょっとポラベアもじりじりと様子を見ながら待ってまた動画を配信していきたいと思っています、うん、で今ホテルも本当に値上がりしてるでしょう、うん、だけど逆に安いところを探すっていう楽しみもまたあるかなと、うん、でコンドミニアムを積極的に使うとか、はいはい、でまあ、どうしても、まあ、海沿いあのビーチよりはちょっと厳しいけど、うん、他にこんなに安くていいところもあるぞとか、うん、そういうところを見つけ出すっていう楽しみもちょっとあったりするかなと、いつも泊まらないところをあえて狙いに行く、そうそうそう、まあ、リバーサイドとかね、なんかいろいろあるとは思う、あ、そう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 、そういうところをポラベアも探したりとか抑えたりとかして、うん、こういうところがありましたよっていうのもまた皆さんにご報告できたらなと思っています、うんうん、そんなこんなポラベアこれからも頑張っていきますのでよろしくお願いします、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you again。 体調管理気をつけてください。また長い動画を出す予定です。